なんか昨日の動画のデジャビューみたいですいません。ただいまの室温、これも変わらず昨日と一緒、11.4 度ですね。まあもう 11.4 度ぐらいだったらもう全然、もう寒、あったかいぐらいですね。はい。というわけで、マクドナルドで昨日から、グラコロが発売されまして、買ってきました。ちょっとすいません、手洗ってきます。なんかほんと全部昨日の動画のデジャブなんだけど、なぜ私がちょっとしょっぱい顔をするかっていうと、交通違反をしてしまいまして、っていう、はい、先ほど警察の方にお世話になりまして、私普段そんなね、ねスピード出したりなんだりしないんですよ。しないんですけども、たまたますごく急いでまして、いや、たまたまだとしても良くない、交通違反は。信号をね、もうギリギリのラインって言ったらね、ちょうどうーってなりまして、はぁと思って、急ぐもんじゃないなと思いましたので、本当に急いでいいことは何一つこの世にはないですね。本当に、ピーちゃんも言っていました。急いでもいいことないよってね、仕事中。本当にそうだった。というグラコロです。今回の、グラコロ、なんだっけ、濃厚デミタルタル。デミでタルタル。そして、ホタテのクラムチャウダー風ソース。これあんまり今まで、未だかつてあっただろうかっていう感じ。なんかもう一個はステーキソースみたいな。それは未だかつてあったかもって思って。未だかつて あったくなくないと思ったので買いました。クラムチャウダー、白いソースってこと？いや、そうだね。そうだね。なんか大体、茶色と白だよね。大体期間限定のソース系ってね。そうだよね。ちょっと E が角見つかんないんですけど、はい。じゃあちょっと、とりあえず前菜ということで、いただきます。マックナゲット。ホタテのクラムチャウダー風ですかね。風って言えば何でもいいから。いただきまーす。もうね、なんかいろいろありすぎて、お腹空いてる。いただきます。クラムチャウダー、うん、マヨネーズって感じですね。ちょっとおしゃれな感じの、なんか入ってるマヨネーズみたいな、うん、結構酸っぱい。酸っぱいんだよね。これなんか自分の味覚がちょっと確証が得れないんですけど、今私は酸っぱいもの食べてるのか甘いもの食べてるのかみたいな、そういう気持ちになりますね。酸っぱいおしゃれなマヨネーズ練乳って感じですね、うん、そしてこのスープやってきましたね。ホクホク、去年もね、やっぱり動画撮ってました。グラコロの。で、なんかグラコロをめくって、なんかソースがこう、円を描いてるのがサムネでしたね。はい。かわいい。写真撮りたい。写真撮ります。そうですね、下が、こういう感じですね。こういう感じですね。全然見えてない。はい、このドバッと乗ってんのがタルタル。あ、ちょっと去年とソースの感じが違いますけども。で、デミかな、これが。もう普通に美味しそう。だって私、カニクリームコロッケとかも大好きだもん。大好きだもん。知らんって感じだね。わぁ、すごい。すごい映えなかった。なんでだ？お皿とかに乗せまーす。こういう感じでね、乗せてね。ナゲットもね。ちょっとこう、おしゃれな感じでこうやって開いちゃったりして。副菜。これ多分普通にセット買った方が安かったかもしれない。クーポンで、これいくらした？いくらした？クーポンで、これ単体のグラコロと、あと普通にマックナゲット。マックナゲットも今490円払えば15ピースなんですね。あと200円払えば15ピースなんですけど、そんな15ピースも食べたらちょっとどうにかなっちゃうということで、普通に290円で5ピース頼みました。ちょっと、いいとこで取ります。というわけでもうお腹空いたんで食べましょうか。
デミタルタル、うん、ちょタルタルだけいただきます。うまい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 な。なんだこの味、なんかうまいな。マックって本当にソースが美味しいね。本当にびっくりしたでね、これ多分ノーマルのかな、下にこういうなんか卵みたいなの、ノーマルもかな、忘れたけど。というわけで今年のグラコロいただきます。うん、うん、パンがさ優しいよね。なんかエアバッグぐらい、うん、ちょっとまだデミもタルタルもよく分かってない。うん、夜この布団で寝たい。うんうん、やっぱグラコロの頃うまいな。エビが見えます。ゴロッと入ってるのかな、エビ。ちょっとエビを取ってみますね。あ、ゴロッと入ってなかった。エビのかけらでした。美味しい。これ賞味ほんと5個ぐらいいけるわっていうじゃん。実際これ5個用意されてごらん。多分2個目あたりでもういいっていうね。うん、冬だなぁ。あと3回ぐらい食べたい。多分あともう1回ぐらいしか食べないな。うん、俺はこれ本当に大好きよ。毎年季節物で出るバーガーの中で一番割とワクワクして待ってる。なんかデミがね、一瞬だけカレー、スパイスカレーって勘違いする。風味がカレーの風味と似てる。なんかめちゃめちゃ甘い感じのデミって感じじゃない。なんかスパイシーって感じ。どんどん押し出してって結果がこれ。いやほんと、なんかカレーに近いですね、これ。これ別名、スパイシーカレーテリタマ、あ、テリタマじゃない、スパイシーカレータルタル。タルタル感もそんな。あ、タルタルがカレーっぽくさせてるのか違うよね。私が言ってること分かってほしい。これ多分、食べたら分かる。あ、確かにちょっとカレーっぽいね。なんかよくさ、グラコロバーガーなんて、もう全部原材料小麦じゃんみたいな。よくありましたけども。だからって感じ。でもっていうか、美味しいよみたいな。だから何っていう感じ。でみたいな。まあ。ちょっと食べるの難しい。柔らかいからどんどん押し出ししてっちゃう。ザ・洋食って感じ。洋食屋さんのカニクリームコロッケ食べたい。クラムチャウダーかな。いつまで経っても畳まれない洗濯されたものたち。今日ほんと朝頑張って2回洗濯干したんですよ。で、学校行ったらザーザーの雨。降水確率 20% だったじゃんと思って。ヤフー天気はなんて言ってんのっていう感じで、ヤフー天気のあの雨雲レーダー見てもしばらく降りませんって言ってたから、全部信じて言ったらさ、やっぱウェザーニュースの方が当たってんのかな。どうなんだろう。ウェザーニュースはなんて言ってんの。コラボ行きます。うん、合うね。うんうん、マヨネーズとグラコロなんて絶対合うね。うん、なんか本当にマク、私毎回言うかもしれないけど、マクドナルドってソースがベラボーにうまい。世の中の味という味を作り出したらマクドナルドなんじゃないかっていうぐらい、なんか味のコントロールマジ上手って感じ。クラムチャウダーに関してはちょっと、これはマヨネーズじゃないって言いたくなるけど。疲れる。うん、というわけで交通違反をしたものが食べました。はい。やっぱり、あの、グラコロは、あの、本当に毎年美味しいので、本当に、あの、みんなに食べてほしい。うん。いや、久々に食べたマック、そうでもないか。というわけで、今年もグラコロ美味しかったなぁ、でした。ごちそうさまでした。じゃあ、良い週末を。じゃあもう。